はい、どうもこんばんは、モブズです。続きやっていきたいと思います。この前ね、オーブ青いのを取りにそれなりに集まったので、このね、裏にある白い祭壇を使って強い上級魔法を作っていきたいと思います。今の魔法だけじゃ多分戦えないので、コルト明るくするしかないでしょ。うちら戦闘には皆無です。なので強い魔法を作っていきたいと思います。やってみよう。はい、どっかにチェストないかな。出せ出せ、出してやるぜ。こちらに。早っ。こうしてこうしてこうして、これはね、実質多分あの1個作れば足りるので、この形で今からオベリスクっていうのを作っていきたいと思います。みんな見た？見た見た。どうすんなよ。じゃあこれで今ちょっとパッて作っちゃうね。できたよ。あ、できた。なんのそれ、なんかすげえ持ってる。三角形、はい、三角。あ、表よりちっちゃい。もっとでかいと思った。もっとドーンってなるのかと思った。はい、これがオベリスクという名前のね、あの機械になります。で、まあ、これクリックするとなんか出てきてるんですけど、はい、1個しかね、インターフェースが。ここにビンティウムダストっていうのを入れると燃やすんですよ、ビンティウムダスト。ほうほうほう。こうやって燃やすね。かっこいい。で、次に作りたいのが、はい。レシピに載ってなかったから言うんですけど、トップン、粘土、火打ち石、ビンテウムダスト、紙、これを1個ずつでできるのがウィザードチョークかな。多分チョークでいい。チョーク、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 でかくね、チョーク、でっけえチョーク。おおおお、リップで地面にいたずら書きができます。殺人、錬成人だ、錬成人、錬成人だ。効果が倍増するとかしないとか。で、ここにエーテリウムっていう魔力が溜まってるんだけど、今の私たちはそれは見れないのね。なるほど。青い数字とか赤い数字とかがこのやつの上にちょっと出てるはずなんだけど、今見えてないので。見えてないね。はい、それを見るためのメガネを作ります。魔導ゴーグルっていう名前です。魔導ゴーグル。これで、あの、ゴーグルが作れるので、皆さん素材1個ずつここから取ってって、ゴーグル1人1個作ってください。皮下にもいるってことですか？いや、皮は上だけの。あれ上だけ。下にもいるね。ちょんちょん。できた。おお。なんか見た目嫌なんだけど。クレヨンしんちゃんのボス感があるんだよね。劇場版の。さとりさんもなんかちょっと上なんですよね。そうなんだよね。さとちゃんなんかもうほぼはみ出してる気がする。出てる出てる。あ、人外チームちょうどいいんじゃない？あ、人外チームちょうどいい。人外ちょうどいいっすね。お芋ちゃんなんか泣いてるみたいに見えんだよな。流してるね、涙を。というわけで、このメガネをつけることによって見えるはずなんだけど、あ、見えてない。見えませんよ。4万で出てない数字、すっごい見にくいけど。すっごい見にくいけど、30% って書いてあるね。80か。80か。あ、上から見やすい。ああ、見えた見えた見えた。4万と 80%。これが、まあ、エーテリウムの入ってる容量、これだけのエーテリウムが生成されて保存されてますよっていうのがこれに書いてあるのね。そして4万じゃなくて4000だね。そうだ、点がついてます。それでですね、次は魔法をまた作らなきゃいけないので。はい、じゃあ、今からボスを倒しに行きたいと思います。イエーイ。はい。よっしゃい。倒し方知ってるので、皆さんここの4人ね。頑張って倒してください。よーい、はい、おー、なんかかっこいい魔法陣書いてある、はい、ここは水のガーディアンを呼び出すための場所です。海川のバイオームで 3×3 の魔法陣を描きます。ここに水バケツ1個とボートを投げ込みます。はい、お頑張って戦ってください。わあ、いた。あまり近づくと俺の魔法が当たりそう。痛い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 って。おり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 。痛い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 。はいはいはい。違う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 。あの人違うぞ。この人この人この人だよ。この人。この人だよ。おお、もうちょいもうちょいもうちょい。おーし、いったー。イエーイ。違う。戦い方は魔法じゃないんだもん。
イエーイ。うるせえ、うるせえ。冒険の戦い事をしてるんだよ。はい、じゃあ説明します。まあ、青いオーブ、こいつを倒すことによって青いオーブがゲットできます。もう一つ、ウォーターエッセンスっていう、こういう物理的なエッセンスを落とします。すげえ。無理は無理は。動いてる。気持ち悪い。もう一個すごい醜いものを落としてるはずなんだけれど、誰が取ってない？はい。あ、今ダンボールさんが取ったやつがそれですね。あ、なんかケンベイさんが出してる。え、何それ？これが、この人が絶対出てくる、まあ、アイテムなんですけれども邪魔くせえな。水の中に潜りますとほぼ永久的に呼吸が続くという。なんだって、よし、じゃあ俺と勝負だ。行くぞ。いて、なんかダメージ食らってんだけど。窒息する前に死ぬんだけど。思ってるんですよ。窒息っすよね、窒息。違う違う、まだ空気あるんだよな。あ、やばい。負けた。こんな感じでいくら潜っても全然平気なので。あ、それそれそれ。水の中潜ってみ。なんか。あんな段ボール嫌だよね。なんか、守られてるの。濡れるべきなのに。そりゃ、ほんとよ。呼吸減らないでしょ。呼吸減らない。空に撃つなって。いやいや、サトリさんに当たるかなと思って。当たんねえから。半分減ってっから。赤い服してくれた。ここにあるよ。これは どうしよう。私が持っちゃってていいのかな。いいよいいよ。はい、無事帰ってきました。イエーイイエーイ。ボスもね、無事に倒せたということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやね、無事倒せるとは思ってなかったけど、まあね、無事倒していただきましてよかったです。皆さん頑張ってくれてありがとうございました。はい。はい。ね、はい、短いんですけど、この企画はここで終了となります。はい。はい。はい。楽しんでいただけましたでしょうか。はい。はい。私は楽しかったぞ。よかったです。またね、機会があればね、魔法系かなんかね、また見つけてきたらやってみたいなと思うので、よかったらまた一緒に遊んでも。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。